グラナリー墓地は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストンで3番目に、古い墓地。1660年にトレモントストリートに、設立された。ポール・リビアなど、アメリカ独立戦争時代の多くの著名な、ペイトリオット、ボストン虐殺事件の犠牲者5名、アメリカ独立宣言に署名したサミュエル・アダムズ、ジョン・ハンコック、ロバート・トリート・ペインが埋葬されている。 破壊死は2345機であるが、歴史家によると5000人が埋葬されているとされる。パークストリート教会に隣接し、サフォーク大学法科大学院の向かいにある、ロードアイランド州ニューポートにある、トーロボ墓地の門を設計した、建築家のアイザイア・ロジャースが、エジプシャンリバイバル様式の門及びフェンスを設計した。1660年に創立した。 ボストンで3番目に古い墓地である。ボストンの人口増加により、一部ッカ北東のボストンで一番古い墓地である、キングスチャペル墓地が手狭になったために設立された。1737年までこの墓地は、南墓地として知られていたが、隣接する現在のパークストリート教会の場所に、国葬があったためグラナリー墓地と呼ばれるようになった。年月。 ベンジャミン・フランクリンに敬意を表し、この地域に木々を植えて、フランクリン墓地と呼ぶようにしたが定着しなかった。1881年頃、グラナリー墓地の門及びヨーロッパエルムの木々当時、このブロックを包括していた、ボストン古門の一部であった。墓地創立の2年後、このブロックの南西部に国葬及び刑務所などの公的、施設、北部に住宅が建てられた。当初、 墓は土地の後方に設置されていた。1717 17年5月15日、現在のトレモントストリートとなる西南の道路を幹線道路とするため、墓地の拡大の投票が通過した。1720年、墓地の拡大が行われ、ボストン在住の多くの家族のために15基が設置された。トレモントストリート沿いにヨーロッパ2例の大木11本が植えられた。 1762年、アディのパドックとジョン・バラードが植栽し、1856年までに太さは10フィートにまで成長した。ニレの下の歩道はパドックスモールと呼ばれ、他の地面には木々は植えられていなかった。1830年、初の大規模な改修として多くの木々が植えられた。1840年、再度改修が行われ、 ドレモントストリート沿いに鉄柵が建設された。ボストンの建築家のアイザヤ・ロジャースがこの鉄柵を設計し、費用の5000ドルは半分がボストン市残りは公募で賄われた。ロジャースはロードアイランド州ニューポートにある道路墓地のエジプシャンリバイバルの同様の門も設計した。2009年1月、観光客の女性が自身で散策中に地面から落ち、 これまで知られていなかった地下聖堂が発見された。地下に通じる階段は年番岩のかけらで覆われ、経年劣化により崩壊した。この観光客にはけがはなく、遺体と退治することもなかった。8フィート12フィートの広さで構造は完全なまま残っていたと報じられた。1732年から1733年。 ボストンの都市行政委員であったジョナサン・アーミテージが埋葬されていたとされる。2011年5月、ボストン市は30万ドルをかけて、歩道の拡張、観測点の設置などを含む修復及び改修を行うことを発表した。フリーダムトレイルファンデーションが12万5千ドル、残りをボストン市が負担することとなった。1827年、 ボストン生まれのベンジャミン・フランクリンの一族に敬意を表し、オベリスクが建てられた。フランクリンの父、ジョザイア・フランクリンはイングランドのノーサンプトンシャーで生まれ、ジョザイアの2番目の妻で、ベンジャミンの母であるアビアはナンタケットで生まれた。バンカーヒル記念塔の採石場からの花崗岩で製造され、劣化していたフランクリン家の墓石のあった場所に建てられた。 1827年6月15日、この新たな記念碑の除幕式が行われた。1667年6月18日、52歳で亡くなったジョン・ウェイクフィールドの記念碑が最古の記念碑とされている。1660年の墓地設立との7年間については知られていない。1770年3月5日に起こった。 ボストン虐殺事件のアメリカ人犠牲者の破壊士がトレモントストリート側の入り口近くにある。1800年代、この破壊士はよりモダンな造園及び19世紀の情勢に合わせた整備のために移動された。2008年、グラナリー墓地向かいのサフォーク大学放課、大学院グラナリー墓地グラナリー墓地の破壊士。ありがとうございます。